シンガポール交響楽団でバイオリニストをしている佐々木千佳子です。3歳からバイオリンを田中陽子先生に師事していました。高校を1年で中退しまして、ニュージーランドに留学をしてバイオリンを習いながら高校を卒業しました。大学でシンガポールに来ることになりまして、今バイオリニストをさせていただいています。シンガポールは本当に日本人にはすごく優しい国だなと思いまして、日本で得られるものがすべてシンガポールで得られるというか、例えばドン・キーホーテがあったりとか、日本食のレストランがものすごいたくさんあるんですよ。本当に英語が苦手という方でも困らないと思いますね。あとシンガポールは、芸術の面ではまだまだ力を入れている国なんですけれども、施設は素晴らしいです。今までちょっとオーディションにヨーロッパに行ったりだとかアメリカに行ったりだとかしたんですけれども、音楽を学ぶ環境、その練習室にグランドピアノが1台あるとか、そういう施設の面では本当にずば抜けてまして、そのコンサートホールとかも素晴らしい音響で弾いてるのが本当に楽しくなるようなコンサートホールがたくさんあるので、すごい魅力的だなってシンガポールでは思いましたね。日本ではファッションはすごい気にされる方も多くて、ああでもファッションにこう気にかけるのは苦手だなとか思う方とかすごくいると思うんですけど、シンガポールは個人のファッションとかあんまり気にしないというか、どういうファッションでも受け入れてくれるような国だと思いますね、シンガポールは。一回シンガポールで普通に着てた服を日本に帰って、その母親に見せた時に、あんたその格好はちょっとダメなんじゃないのって言われたのがありまして、日本に行く時はもう全て調達するんですね。私どんな服を着てても受け入れられるというか、もう人の目を気にせず何でも着ていいよっていう感じですね。シンガポールではもうずっと1年中外食です。もう大学生の時は作ったこと1回もないですし、コロナ前はずっと外食だったんですね。でもシンガポールって面白いんですけれども、すごい物価が高いんですよ。なんですけれども3ドルで食べれるものだったり、ちょっといいものを食べるにも20ドル、だから1500円とか、バリエーションがたくさんあって外食が続きます。とにかくエビ麺が美味しいんですよ、シンガポールって。シュンシュンっていうエビ麺のお店があって、そこもすごく美味しくて、ぜひそこで食べてほしいし、あとラクサは絶対に、ロクシープラザの下にあるラクサは、そこはもうどのラクサよりも一番美味しいと思ってます。あとホッキエンミーって言ってエビの焼きそばみたいなやつは、なんかサイモンロードっていうところにあって、もうそこが結構美味しかったなっていう印象がありますね。そうだからローカルフードは絶対食べてほしいです。コロナで私たち そのオーケストラの演奏会というのが全くなくなってしまって、2月から7月上旬までぐらいもう仕事がずっとなくて、今までこう毎週毎週コンサートをやってたものがいきなりゼロになってしまったので、その間 のモチベーションというか、これから自分でその練習をしなきゃいけない、コンサートに向けてじゃなくてこのレベルを上げるっていうのが本当に難しいなと。だからこの弾いてた毎日というのが本当にどれだけ音楽家にとって大切なことだったんだなとすごい実感しましたね。シンガポールとは私にとって遠く離れていても家と呼べる場所ですね。